お疲れ様です。うちわ TV 中の人、うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。ということで、今回はウィニングポスト92022、いよいよ始まりました。サイレンス鈴鹿物語やっていきたいと思いますけどもね。ということで、サイレンス鈴鹿物語、エピソード0みたいな動画を作らさせていただいておりますけども、各種設定の方はね、エピソード0の方をご確認していただければと思いますけども、サイレンス鈴鹿に対してただ18分愛をね、語っているだけのような動画になっているような気もするんですけども、まあそちらの方はご愛嬌っていう形で見ていただければと思いますけども、いよいよね、やっていきたいかなと思います。それでは物語をスタートさせていきましょう。さあ物語スタートっていう話なんですけど、まあ大それたね物語とか言ってますけど、ただプレイしていくだけでしょって言われたらそこまでで終わりなんですけどもね。どういったセーブデータかっていうのもね、エピソード0見ていただければ2005年なんでスタートなのかっていう形でございます。今回はね2005年の1月の2週からね引き続き進めていきたいんですけども、皆さんご存知だと思いますけどもね、秘書どうすんだとか家族構成どうすんだっていうのは全部ねエピソード0でやっておりますんでね、そちらの方で確認していただければと思いますけども、まあ相変わらずねウィニングポストのいいところでもあるし悪いところかもしれないんですけども、引き継ぎだろうがなんだろうが強制的にね1年目っていうのをダラダラ進んでいくっていうところですね。ここに関してはねそろそろね改善が必要なんじゃないのかって僕はね光栄さんにはねお伝えしていきたいと思いますけども、短縮モードっていうのがあるんですけどもね、短縮モードというよりはねもうぶっ飛びモードみたいなモードもね必要なんじゃないのかなって思う今日この頃でございますけども、さああっという間にね2月の1週になっていくっていう感じですね。おさらいですけども、今回ねサイレンス鈴鹿にフォーカスを当てていくよという形になっておりますので、所有の競走馬っていうのはね降臨デジャブになっております。どんな馬だよっていう感じかもしれないんですけどもね、まあ非常に簡単に言うとサンデーサイレンスがね支配している世界観なんですよ。2005年っていうのはね、当然ねディープインパクトっていうのがねこの年3冠を取るんですけども、ディープインパクトもお父さんはサンデーサイレンスなわけじゃないですか。ってなってくると結構ね厳しい世界なんですよ。簡単に言うともうサンデーサイレンスが頑張っちゃってる世界の中、ここからサイレンス鈴鹿にスポット当てていくっていうね、ちょっとぶっ飛んでるね内容にはなってるんですけども、初年度っていうのはどういった形でやってくんだよじゃあオタクっていう形ですけどね、こういった形で牧場の施設もね引き継げている形で、資金もね余力がかなりある状態にはなってますんで、そしてなんといってもね我々には DLC っていうねダウンロードコンテンツっていうものがありますんで、そちらをねしっかり使ってけよっていう話にもなってくるのかなと思うんですけど、まあとりあえずはねまあ最初はねこう進めていくんでしょうみたいな雰囲気に流れると思います。まあ実際そうなんですけども、まあサイレンス鈴鹿をねどういった感じで愛していくのっていう形ですけども、まあ最初はねとりあえずこの降臨デジャブとかどこまで頑張ってくれるのかなっていうのをね様子見で見ていくんでしょって思われるかもしれないんですけども、実はですね降臨デジャブにはある程度頑張ってくれればいいと、ある一定のね金額を稼いできてくれれば別に繁殖牝馬として評価しているところでありますんで、スタイチコンコルドのね産駒なので、まあある程度はねサイレンス鈴鹿のお嫁さんになれるでしょっていうところなんですけど、1年目じゃ何やってくのあんたっていう話だと思うんですよ。ここはですね全力でサンデーサイレンスの邪魔もしていかないといけないんですね気づいちゃいましたかね、皆さん分かってるかもしれないんですけども、現状はサンデーサイレンスの世界です。サイレンス鈴鹿にスポット当てていくってことはサイレンス鈴鹿を愛しながらサンデーサイレンスの邪魔をしていくっていうことが必要なんですね。さあということでね3月のね最終週になりました。こちらでねまあ馬を譲っていただけるというか繁殖牝馬をね変える形にはなってくると思います。もうここはね逆に言えばねサイレンス鈴鹿のことを考えた一頭をねチョイスしていければなとは思うんですけども、まあ非常にねサイレンス鈴鹿分かりやすいです。サンデーサイレンス、そしてねミスワキっていう形なのでね、母の父っていう形に関してはまあヘイルトゥーリーズンだったりサンデーサイレンスだったりっていうのが近すぎたりすると良くないし、ミスプロもねまあ場所によっては良くなくなってくるっていうところなので、しっかりそこをね確認していければと思うんですけども、ここでね正直ね手に入る馬たちっていうのはね朝霞富士なんかねもう露骨にねミスプロがかなり近いところにあるんですけども、まあ逆に言えばですよ、これミスプロがこの位置ってことは 3×4 がねミスプロいけるんじゃないのかっていうね、まあニジンスキーも入ってて朝霞富士なんか非常にいい馬になってくるっていう形ですね。でどの馬をね選んでいくんだっていう話にはなってくると思います。一頭一頭ねしっかり確認していければと思うんですけど、ここでねまあポイントになってくるのはねやはりね朝霞富士かまあファンドリポポですね。このファンドリポポもね流行ってない血統流行ってない血統のね組み合わせになってくるので、非常にねワンチャンありそうだなっていう感じなんですけども、今回はねミスプロの 3×4 にちょっと魅力を感じるのでね朝霞富士をねここで手に入れておこうかなと思います。さあそしてね3月の5週となりましたので、まあここでねいろんな所有繁殖牝馬だったり種牡馬ですね、まず確認していきましょう。日本国
内どういった形かというと、サンデーサイレンスはもういないんですね。で、いない状態なんですけども、まあ、優秀なね、息子たち、タキオンもそうかもしんない、スペシャルウィークもそうかもしんないっていう感じですね。富士奇跡、そしてね、みんな大好き、ステイゴールドだったり、マンハッタンカフェだったりっていうのもね、サンデー系ですよね。で、その中でね、一室を放っているのがね、出てくるんです。いましたね。サイレンス鈴鹿でございます。印象確認していけば、勝負根性、希少な因子っていうのをつけられてるんですけど、まあ、はぁみたいな感じかもしんないんですけど、まあ、ここはもうね、動画3本分ぐらいの動画作れてしまいそうなんで、スルーしていこうかなと思うんですけども、ここから考えられることは、我々は唯一いいところっていうのは、あくまでも今回はサイレンス鈴鹿のことだけを考えればいいっていう考え方と、サンデーサイレンスの中で有力なね、馬たちっていうのが何頭も出てくるわけですよね。でも、できってるんですよ、今の現状でね。もうサンデーサイレンスいなくなってますから。で、サンデーサイレンスの中でね、今現在2022でもわかると思うんですけども、非常にね、優秀な種牡馬っていうのはステイゴールドですよね。で、マハタカフェも非常にいいと思います。アグネスタキオンからも名馬出ております。いろんなね、種牡馬からね、いい馬っていうのが出てきてるので、サンデーサイレンスっていうのは非常にね、優秀になっていくわけなんですけども、ここでね、目指していきたいのは、ストームキャットを目指していきたいんですね、我々っていうのは。簡単に言うと、ストームキャットって何って言ったら、まあ皆さんご存知かもしれないんですけども、アメリカでね、優秀なね、血統をね、作っていってる馬なんですけども、ストームキャットみたいにサイレンス鈴鹿をしていきたいんですね、簡単に言うと。で、どういうことかというと、このストームキャットってちょっとね、独特なんですけども、お父さんがね、ストームバードっていうね、馬なんですよ。このストームバードっていうのが、まずね、血統確立するんですよね。で、ストームキャットも血統確立するんですけど、このね、流れをね、ちょっとね、わかりづらいかもしれないんですけども、ストームバードみたいに血統確立した後に、ストームキャットみたいにね、一頭独裁状態で血統をね、確立していくと、ストームバード系っていうのが一気に衰退するんですね。この流れをね、要は、サンデーサイレンス系の中でね、シェアをね、取っていきたいんですね、サイレンス鈴鹿で。ってなってくると、ただただサイレンス鈴鹿の繁殖牝馬を探すんじゃなくて、我々は2005年から、現在ね、2022年なわけじゃないですか。このね、ゲームもね、ウィニングポスト2022ですよね。そこまでで、サンデーサイレンスの直系の馬たちっていうのを、どんどんロストさせていけばいいんじゃないですか？やばい感じの動画になってきたの気づいてますかね皆さんね。こいつやばいんですよ、考え方が。簡単に言うと、今、2022まで活躍してきたサンデーサイレンスにの血が入っている馬たちを、一切これから、どんどん産ませない状態を作っていって、で、なおのことをサイレンス鈴鹿に全部種付けしていくんですね。そうすることによって、史実の馬は生まれない大変な状態な世界が出来上がり、そしてなおのことをその馬にサイレンス鈴鹿を付けられてれば、サイレンス鈴鹿の子供が一頭増えるわけですよね。これってやばいんじゃないですかみたいな形になってくるので、簡単に言うと、ある程度サイレンス鈴鹿のことを考えて、サイレンス鈴鹿に合う繁殖牝馬っていうのも見つけてくる必要性はあるんですよ。それ以上に、これからね、活躍していく、ちょっとステイゴールドのね、ファンの方とか、マンハッタンカフェだったりね、アグネスタティオンのね、ファンの方には申し訳ないんですけど、富士奇跡もいると思うんですけど、皆さんごめんなさい。あなたはサンデーサイレンスを父に持ったことを恨んでくださいっていう形で、その活躍場出てくると思うんです。なんとか、後でご説明させていただくんですよ。その馬たちが生まれないようにしちゃえばいい。そういうことができるのがウィニングポストのね、いいとこですから、こっからね、賛否両方の馬が起こりそうですけども、純粋に我々は今回、サイレンス鈴鹿の現役っていうのをいじれないんです。で、ここからも主馬として頑張っていただくってことは、もう全面内派の全バックアップをさせていただきたいってなれば、まあ現状のね、世界を破壊する形でね、サイレンス鈴鹿にね、思いっきりテコ入れしていこうと思っております。シャープ1からね、とてつもなくね、えぐい話をずっとしておりますけど、単純にサンデーサイレンスからシェアを奪うっていう考え方になってくると、ストームバードがいい例なんですね。ただストームバードみたいにはならないんですよ、サンデーサイレンスって。正確に言うと、なんでかっていうと、各活躍場っていうのが細々いろんなところにいるわけです。ステイゴールドだったり、まあ、この後のディープインパクトもそうですよ。そこの史実で出てくる馬っていうのは、このゲームっていうのは基本的に強すぎるんですよ、簡単に言うとね。だから逆に言えば、そうやってね、後々世界をね、正しくしていかないといけないはずのゲームのやり方もあるとは思うんですよ。今回はね、その正しくしていかないといけない世界っていうのを全てぶち壊して、全てサイレンス鈴鹿にすることによって、サイレンス鈴鹿がね、サンデーサイレンスから分岐しやすいような形を持っていきたいっていう形なんですね。前置きが長くなりました。簡単に言うと、この次の年2006年に出てくるサンデーサイレンスの血を持っている馬を産ませない状態を持っていくっていうことですね。2006年といえば、やはりね、この馬が本当はね、欲しいですよ。必要かもしれないんですけども、今回私はサイレンス鈴鹿のことしか考えないと言っておりますので、もうサンデーサイレンスの血が入ってしまったブエナビスタにはね、生まれてきてもらって困るんです、簡単に言うと。なので、もういきなりね、ビアハイジのね、虹の札を使ってね、引っ
張っていきます。もうここで引っ張っていきますね。でそしてね、まあエアグルーヴなんかはね非常にね相性がいいんです。経験上ねサイレンスズカと相性がいいのは知ってますんで、虹の札ガンガン使っていきますね。持ってる札は全て使っててっていう形ですね。でブエナビスタがね一番ね2006年で分かりやすいねサンデー系の活躍馬なんです。でもう一頭いるんですよ。申し訳ないんですけどね、中山フェスタですね。これもねちょっと止めていかないといけないっていう形なんですね。中山フェスタ、お母さんはねディアウィンクですね。ディアウィンクを要は今年私が横取りをするわけですね。簡単に言うと横取りをした状態にしておけば生まれてこないってことですね。でそこにサイレンスズカをつければプラス一頭ね、よくわからない馬が生まれてくるかもしれないんですけど、そういった形でゆっくりゆっくりねこの世界を壊しつつ帝国を作って、これがもうね何やってんだろうこの人みたいな感じに最初思われちゃうかもしれないんですけど、それが正しいんです。サイレンスズカの帝国を作るっていう部分では必要なことになってくるのかなと思いますので、2006年の活躍馬このね2頭は削っていかないといけないっていう形になっていきますね。まあ他にもいるのかなと思ってね探しているといるんですよ。やっぱりねサンデーサイレンスの血を持ってね活躍してしまう2006年の馬たちですね。これレッドディザイアですね。ブエナビスタがいたせいでっていう感じなんですよ。これブエナビスタが生まれない世界になっちゃうと、このままだとレッドディザイアがね牝馬三冠してしまいますんで、何が言いたいかというと、この世界でサンデーサイレンスっていう血をサンデーサイレンスの評判も下げないといけないんですよね。簡単に言うと、まあ僕はねまあそこまでしなくてもいいのかなと思ったんですけど、本当にね全面バックアップするって考えたらそこぐらいまでやってやんないとねみたいな感じなので、このレッドディザイアも生まれてこないような世界にしていくっていうことで、お母さんのねグレートサンライズですね、これをね抑えていくっていう形にはなってくるのかなと思いますね。金札なのでね全然痛くも痒くもないですよ。もう私はねサイレンスズカがね活躍してくれればもう何だっていいんで。さあそしてジョーカプチーノですね。これもマンハッタンカフェサンクですね。この年ねさりげなくねマンハッタンカフェサンクからねちょろちょろいいのがね生まれてきちゃってるんですよね。残念ですね。これをねしっかり毎年やっていこうと思ってますんでね。でまあ相性が良ければそのまま使ってやれればいいのかなっていう感じかなと思っている次第ではございますけども、とりあえずはね目立った馬たちを探していって毎年ね、でそれがね例えばですけどサンデーサイレンスの血を紡いでいる段階で紡いでってるようであれば、花咲く前に紡いであげるっていうね作業もしていくっていう形にはなってくるのかなと思います。これによってねある程度ね少しはやりやすくなってくるのかなと思っている形でございます。さあそして目立った馬っていうのは大体ね2006年っていうのはブエナビスタの世界でしたんでそんなにいないんですね。まあ2005年に関してはねもうどうすることもできないので受胎してしまってますんでね。でそれ以外でしっかり探していければと思うんですけども、市場はねとりあえずねまあ大至急ね欧州でね活躍するような欧州の牧場も開設してアメリカの牧場も開設してっていうのも必要にはなってくるのかなと思うんですけども、とりあえずね1年目は日本の馬でしか勝負できないっていう形にはなってきますんで、でエアグルーヴは手に入れましたね。まああとどの辺をね狙っていくのかと言いますと、まあフサイチエアデールだったりねトゥザビクトリーっていうのも非常にいい馬なんでね、かなりね欲しいなっていう感じなんですけども、まあもういくらでもねお金使っていこうと初手からね思っておりますんで、まあベガだったりっていうね、まああとスキーパラダイスだったりっていうのも若干恒例にはなってきてるんですけども、ベガとサイレンススズカのね組み合わせなんかもう気持ちいいですよね。もういくらでも使ったろって思ってますから今はい。なのでねベガも抑えていこうっていう形かなと思いますし、逆に言えばねノーザンテイストとのね相性もやっぱりいいんじゃないのかっていう考えもできそうなので、エアデジャブーなんかもね非常にねいいと思います。僕的にはスキーパラダイスなんか非常にねおすすめかなと思いますね。まあ基本的になんですけども、ウィニングポストって強い馬からね強い馬が出やすい傾向はやっぱりありますんで、でしかもこのね上位にいる馬たちっていうのはある程度子馬たちがね今までも活躍してるので、小出しのねレベルも上がってきてるっていうことはやっぱりね上の方でね探していくっていうのは一つの手かなと思うんですけども、例えばですけど上のファイバーじゃ良くないのかっていう形になってくるんですけども、こちらもね非常にね能力が高いので抑えといていい馬かなと思いますし、一つ一つね一頭一頭ねこの馬どうなんだっていう感じでね探していくと、まあいくら時間があっても足らなくなってくるので、まあいつも通りのサンデーサイレンスの子供ですから、サイレンスズカっていうのはで逆に言えばねそこをね狙っていって、すでにね名馬が出てきているところら辺もね抑えていった方がいいでしょうっていうのと、やっぱり見たかったっていう考え方もねできるっていうところで、TM オーシャンだったりっていうのも狙っていきたいかなって思っている形ではありますね。さあということで3月の第5週の時にねもうここまでね一気にね馬を買いましたけど、エアグルーグ、ビアハイジ、ベガね、スキーパラダイス、梅のファイバー、ノースライト、この時点でやばい牧場ですよね。どんだけ財力あんだよっていう感じですけども、ジョープシケ、朝香富士ね、グレートサンライズ、ディアウィンク、ここら辺はねもしかしたら1年でねおさらばするかもしれないんですけど、抑えていって1年目迎えていきたいかなと思います。さあそして1回目のね子馬たちがこういう感じでね生まれてくるんですけども、まあとりあえずねシリーズ馬ねポルトフィーノとねヒストリックスターですね、この2頭が実はねシリーズ馬っていう感じですね。ヒストリックスターはね
ハープスターのお母さんになるはずですよね。だからここでもう抑えたっていう感じですよね。やばい話にはなってくるのかなと思うんですけども、ハープスターも生まれないっていうね、残念な感じにはなってくるなと思うんですけど、まあしょうがないですよね。もうそれはしょうがないんですよ。もうサイレンスズカだけをね抑えていこうっていう形ですからね。さあそしてね、意外とねこの降臨デジャブっていうのが意外と意外でね、能力値そんなに高くはないので、どういった感じでね持っていくんだよっていう話かもしれないんですけど、放牧をしましたんで桜花賞にね登録ができない状態になっているっていうね感じになってますんで、一回とりあえず桜花賞ぶち込んで無理やりねラインクラフトがただただ勝っていく桜花賞をねこなしていけばいいのかなと思うんですけども、名声はね1000やっぱりね大至急欲しいんで、ある程度ね取りに行けるところは取りに行かないとなっていう感じかなと思ってるんですけども、まあ枝テルさんでいいのかっていう話にはなってくるんですよ。まあ枝テルさんでいいでしょうね、関東ですから。さあこんな感じでね、ここら辺もね抑えていきたいっていうところなんですけども、サイレンスズカだけじゃないんですかっていう話だと思うんですけども、サイレンスズカのことを考えるんですけども、サイレンスズカのことも考えつつ抑えたいところが実はあるんですね。例えばなんですけども、自分が持ってないとね短命で終わってしまうような守護馬がねいたりだとか、実はこの馬結構ねこのままもう少し長生きすればね、サンデーサイレンスの帝国をね少しはね薄められるようなねタイプだったんじゃないのかっていう馬をね実はいるんですよ。アグネスデジタルですね。ここは抑えといた方がいいと思いますね、僕はね。アグネスデジタルをもらっといて2億円でとりあえずね薄められる自信がある馬1頭置いといてね進めていった方がいいかなと思っております。さあ咲き誇るね桜の桜花賞でございますけども、ここはもうねラインクラフトが勝つのみんなで見ましょうかね。最初なんでラインクラフトもね非常にいい馬なんですよね。だからもったいないなっていうね形ですよ。やっぱりね無事全命馬っていう意味かもしれないんですけどね、もったいないなって思います。まあ、ちなみにうちの馬はねだいぶ下の方にいたんでねスルーさせていただきましたけどね、まあ桜花賞には出れましたんで問題ないのかなと思います。まあ、名声値をねゼロなのでどんどん上げていかないといけないっていうので、本当はね重賞とか取った方がいいんじゃないですかみたいな感じかもしれないんですけどね。さあこれね2歳馬くれるんですけど、まあどの馬もらっても正直な話問題はないかなって思ってます。なんでかっていうと、まあ2歳馬なのである程度ね後にはなってくると思うんで、まあ牝馬で当然ねいいかなとは思うところはあるんですけど、まあステイゴールドだったりっていう形だとちょっときつかったりするので、プラチナローズとかだったらねこんな感じでねもうガッチガチのスピード系なんでね、ここら辺をねまあ抑えておけばいいんじゃないみたいな感じで、どの馬もねまあまあ活躍するぐらいで終わってしまうと思いますんでね、適度なね馬をチョイスしとけばいいのかなと思います。さあ皆さんお待たせしました、いやお待たせしすぎたのかもしれません。5月の第1週でございます。皆様やることはね一つでございます。やっていきましょう。なんとびっくりですけどね、サイレンスズカ実はブックフルになるんですね。恐ろしい話ですけどね、まあ別にね今回はねいくらでもねお金をかけられるっていうことなので、全てサイレンスズカっていう形にはなってくるのかなと思いますね。もうだからブックフルになるぐらいですからね、もう非常にねサイレンスズカね優秀っていうね考え方になるんじゃないですかね。逆に言えば今期のターンですけど16頭もうすでにいるっていう形になりますんで、いい世界ですね。そしてビアハイジとここでつけていくとこういう感じでね、はい完全にロストしましたっていう感じですね。でもやっぱりねサイレンスズカのいいところっていうのは、もともとね評価がね A になってね、爆発力もやっぱりそれなりにね手に入れられるっていうのが非常にねおすすめなところかなと思うんですけど、サイレンスズカをねただひたすらつけていけばいいっていう形にはなるので、まあ非常にねいいんですけども、あーダメですね。ジョープシケはね B なんでね、これは来年ね駆逐されていくっていう感じでしょうか。 B の25です。やっぱりねミスプロのねこのインブリードねいいと思いますね。朝霞富士ねいい感じでね出てくれればね、やっぱスピードスピード因子をね 3×4 できるっていうのは非常にいいと思いますけどね。さあそして何よりねこの配合評価っていうのに関してはね、この万作くんのねあれがついてきちゃうわけじゃないですか。だからまあ正直ね振れ幅半端ないと思うんで、これでね全ての種付けばサイレンスズカになっていくっていう形で、来年生まれる予定だった強い馬たちも駆逐されていくっていう形にはなってくるのかなと思いますけども、まあでも結構驚いたのは1年目やっぱりね本株だったんで、26頭しっかり種付けできているっていうのはね評価すべきところかなと思いますね。実際ねまあワイルドラッシュ24頭だったりっていう形でバーっとね探していっても、多分今期で一番種付け頭数をね取れてんのはサイレンスズカになってくるのかなっていう形かなと思いますね。まあ僕のテコ入れ10頭がいるっていう話かもしれないんですけども、僕のそのテコ入れが重要ですからねみたいな、本当にこれ違う牧場にいるのにどんだけやってくんねんこいつっていう感じかもしれませんけども、さあということでね1年目の受胎はこんな形となっております。サイレンススズカがね全て種付け守護馬になっていて、なかなかいい印象をね集めれてるんじゃないのかなと思いますけども、まあ下位のね馬たちでも結構しっかり印象をね取れているってなると、これは楽しみでしょうがないですね。ブエナビスタも生まれない、ジョーカプチーノだったりね、レッドディザイア
アだったり中山フェスタだったりっていうのが生まれない世界でね、サイレンスズカの子馬がどこまで躍動するのかね、非常にもう現状で楽しみかなと思っております。さあということでね、まあ6月の一周っていうことはもうオークスどうしたみたいな感じかもしれないんですけど、まあもう普通にねこの馬でね勝てるわけがないっていうのは分かってるんで、まあこっからね地道にね名声をちょろちょろね集めつつね、線目指しながらねやっていこうかなとは思ってるんですけども、まあ逆に言えばね、最初はね名声が必要なので、次のね一歳馬だったりね搭載だったりっていう馬である程度ね青互いして名声をね最低限上げさせていただくっていうね下準備みたいなのはしていこうかなとは思ってるんですけども、とりあえず1年目はねなんとなく分かりました、やばいことやろうとしてるんだなこいつっていうか頭やばいなみたいな感じかなと思うんですけども、こんな形でねサイレンスズカをね勝たしていく世界をねちょっとずつちょっとずつね作っていければと思っておりますのでね、今回はねとりあえず1年目のね種付けサイレンスズカすべてやっていくのと、有力馬のね母馬をねしっかりねホールドアップしていってっていう形かなと思っております。こんな形で引き続きねウイニングポスト、まだまだねサイレンスズカ物語ね、まだまだねサイレンスズカのね動画出していきたいと思っておりますし、信長の野望の動画もまだまだ出していきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方、チャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。またぜひ次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。